はようございます、ケイスケです。今回はですね、ダイエット中に食べてもいい完食メニューをこれから紹介していきたいと思います。まあ、ずっとダイエットしていると、たまに甘いもの食べたいとか、まあなんかスナック菓子食べたいなって思う時あるじゃないですか。結構最近コンビニで糖質制限中でも食べれたり、まあカロリー制限している人でも食べれる、まあ低カロリーなお菓子が結構売ってて、まあ特にローソンなんですけど、まあ僕結構ローソン行くんで、まあ今日ローソンで買ったダイエット中に食べれる完食メニューベスト5をこれから紹介していきたいと思います。はい、ということで、まず第5位ですね。第5位はこのパリパリ食感のトマトチップスですね。これちょっと違う味も売ってたりするんですけど、これカロリーが150キロカロリーしかないんですね、1袋。なんで、結構ギリギリ、まあダイエット中でも、もし完食したかったらいける人多いんじゃないかなと思ってて、糖質も結構 8.7 とかなんで、糖質制限中でもギリギリセーフっていう感じですかね。で、これ普通に味も美味しいんで、たまにちょっとスナック食べたいなとか、まあでも低カロリーがいいかなと思ったら、このダイエットチップスみたいなのをおすすめします。はい、ということで次第4位ですね。第4位はプロテインバーですね。これ結構本当に味も美味しいし、タンパク質も 10.5、 まあ1回に基本的に 20g ぐらい欲しいんで、まあタンパク質メインだとまあちょっと足んないんですけど、これ 106kcal でタンパク質10、脂質 0.7 なんで、これめちゃくちゃいいなと思います。で、普通に美味しいで、タンパク質も入ってマジでおすすめです。はい、第3位、かた焼きおっとっとですね。普通にもうおっとっとなんですよ。お菓子で結構僕普通に小学生の時とかよく食べてたおっとっと、これが 148kcal しかなくて、こう糖質も 9.3 なんで、今僕糖質制限してるんですけど、これもギリギリなんとか食べれるかなって。普通にお菓子食べたくしょうがない時あるんですけども、これ食べちゃえば満足するんでおすすめです。はい、次第2位、はい、次は素直のアイスです。で、ちょっと今日溶けちゃったんで持ってこなかったんですけど、この素直のアイス、ここに貼ってあるやつ、これ結構いろんな種類あって、これマジで、まあ、減量中増量中どっちにかかわらず結構食べちゃってて、80キロカロリーしかないんで、例えばハーゲンダッツ1個食べれる、まあまあすごい美味しくていいんですけど、もうこの普通のこのアイスだったら3個とか食べれちゃうぐらいのカロリー設定で、これ普通に美味しいんで、まあ、減量中増量中どっちでも食べます。で、これも糖質制限してる人でも結構食べれちゃうぐらいのマクロなんで、これ本当おすすめです。はい、次1位はですね、このゼリーですね。これ本当考えられないぐらい、もう0キロカロリーでめちゃくちゃうまくて、これ本当脂質制限しても糖質制限してもどっちも食べれちゃう。本当にこれこそ、これマジで毎日食べたいぐらい本当美味しくて、で、まあ、減量末期とかで本当にカロリー取れない時ってあるんですよ。まあ、こういう言うてこれとかもカロリー150キロカロリーあって、まあ、サラダチキンとか食べちゃうぐらいのカロリーじゃないですか。これゼロですかね。ただ値段がちょっとまあ張るんで、これをご褒美にして減量末期とか食べてました。はい、次番外編なんですけど、まあ、完食今結構紹介したのって、まあ、言うたら別に体にそんなに必要ないんですよね。ただまあ最初の方は、まあ、お菓子とか食べないんでそれでもいいんですけど、徐々にダイエット慣れてきたらやっぱり食べる質を上げていかないと良くないかなと思ってて、やっぱり最初サラダチキン、これ完食にやっぱりめっちゃくちゃいいです。これ一つ食べて93キロカロリーなんですよね。で、言うたらこれ150キロカロリーぐらい、これ93キロカロリーなんですけど、こっちの方がやっぱり栄養いいんですよね。タンパク質いっぱい取れるしっていう感じで、なんで最初の方はまあスナック菓子とか食べちゃってもいいんですけど、徐々にこういう上級者向けの味付け卵とか、こういうサラダチキン、あとサバの塩焼きとかですね、こういう栄養価のあるものにまあ食べれるように完食になっていくと、結構もうダイエット上級者かなと思います。で、やっぱり最初はやっぱそういうの難しいんで、徐々にこうやってコンビニに売ってるいろんなダイエット食品を食べていけばいいかなと思います。で、本当にローソンいっぱいいろんなもの売ってるんで、もしまあコンビニ行くんだったらローソンがおすすめですね、糖質制限してる人だったら。で、脂質制限してる人だったら、まあ最近ファミリーマートでもライザップさんが出してる食材とかも結構あるんで、ファミリーマートでもいいんですけど、まあローソンが結構おすすめです。はい、ということで、これからこういう大豆食品みたいなのをどんどん紹介していくんで、もしこのチャンネルを気に入っていただけたら、いいねとサブスクライブお願いします。で、なんかこういう動画見たいとかリクエストあったら、これがどんどん作っていくんで、まあ、コメントにて受け付けるね、どうぞよろしくお願いします。ということで、今日はありがとうございました。